ウンターアイゼスハイムは、ドイツビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、マチソン。ウンターアイゼスハイム付近を流れる、ネッカー川ウンターアイゼスハイムは、ハイルブロンの北、ネッカー川のアゼに位置する。ウンターアイゼスハイムに隣接する3つの市は、南から時計回りに、ネッカーズルム、バート・ビンプフェン、バート・フリードリヒスハルであり、いずれもハイルブロン郡に属す。 ウンター・アイゼスハイムは、ネッカーズルム及び、エアレンバッハと共に、行政共同体を形成する。ウンター・アイゼスハイムは、767年の、ロルシュ文書にアイジセハイムとして、初めて言及されている。1243年に、アイゼスハイム家が、バインスベルク家の霊園領主としてこの地に入った。現在の町の文章は、これに由来する。 1461年にローマースハイム家がウンターアイゼスハイムを購入した。1529年に領主は全領民に宗教改革をもたらした。30年戦争の時代、1622年5月6日、ビンプフェンからウンターアイゼスハイム付近で数千人の死者が出たビンプフェンの戦いがあった。 カトリックのティリー博が勝利を収め、バーデンドゥルラ派遣強博、ゲオルク・フリードリヒラプロテスタント同盟軍は敗北、ビュルテンベルク公ヨハン・フリードリヒの弟、マグヌスまでが亡くなった。1655年にこの村は、ビュルテンベルク公に売却された。1925年には、この村の人口は、わずか600人程度であった。 1960年頃から大規模な工業用地が整備され、人口は飛躍的に増加していった。1959年に1000人、1973年に2000人、1985年に3000人、そして2005年には4000人に達した。1970年代の自治体再編時にも、ウンター・アイゼスハイムは独立した自治体を維持した。 ウンター・アイゼスハイムは宗教改革以来伝統的にプロテスタントの町である。この町には独自の教会組織がある。カトリック教徒はネッカーズルムのセーディオニシウス教会に属していた。1992年にこの町にもカトリックの教会堂ができた。ウンター・アイゼスハイムの議会は14議席からなる。これに議長を務める主張が加わる。図柄 黒地に斜めに組み違えられた2本の銀の鉾やり。旗は白から黒ビュルテンベルクの文書部門は1918年に町と紋章について協議を行った。1946年からこの紋章が使われた。この紋章のデザインは1382年のビルヘルム・フォン・アイゼスハイムの印象に基づいている。紋章と旗は 1963年3月4日に、バーデンビュールテンベルク州内務省の認可を得た。ウンター・アイゼスハイムは、市として、住宅地である。住民の多くの職場は、ハイルブロニア・ネッカーズルムにある。1985年頃から、クレッスグラーベン産業地域に、いくつかの中小企業が稼働している。約200ヘクタール以上の農業用地のおよそ90%が、 工作用に用いられている。ウンター・アイゼスハイムはまた、伝統的なワイン町であり、ビュルテンベルクワインのビュルテンベルク・ウンターラント地方、シュタウフェンベルク大地区に属す。しかし、ブドウの作付け面積は、約7ヘクタールと非常に小さい。ウンター・アイゼスハイムは、連邦アウトバーン A6 号線の、ハイルブロン・ウンター・アイゼスハイムインターチェンジが近くに、ある。また、 一日あたり1500台以上の車両が通過する道路が町内を走っており町の大きな負担となっている計画されていたバイパス工事は経済的事情から時期未定の状態にまで後退してしまったウンターアイゼスハイムでのニュースは日韓紙ハイルブラーナーシュティンメの北チューブ版に掲載される町の週ごとの報告書は バート・フリードリヒス・ハルのバーラグ・ヌース・パウム・メジン・エンに掲載される。町の担当部署に申し込めば定期購読可能である。この町には基礎家庭の学校があるのみである。スクールバスが運行しているより上級の学校はネッカーズルームまたはバート・ビンプフェンにある。この町の図書館には1万点を超える蔵書がある。ありがとうございます。